皆さん、こんにちは。インスパイのくたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報生中継で15分間お届けしてまいります。はい、今日もよろしくお願いします。はい、えー、今日はですね、実はこれ3本目なんですが、昨日ですね、2本取、えー、ったんですけど、同じ内容で3本目、あのー、撮り直しっていうですね、珍しいんですけど、えー、なぜね、撮り直ししたかっていうと、1本目はですね、ホームページにある内容をそのまま あの、見せてですね、皆さんにお伝えしたんですが、うまくですね、時間内に動いてくれなくてですね、それでちょっとうまくいかなくて取り直したんですね。で、2回目は、そのデータを PDF に落とすことができたので、PDF で見せようと思ったんですけど、PDF に落とすとですね、全部の資料がうまく PDF になっていなくてですね、これもやっぱり取ったんですけど、やっぱり納得がなくて、今日はその、 ウェブ版と PDF 版を組み合わせたですね <laughs>、えー、さらに自分で文字を加えてですね <laughs>、えー、あの、組み替えてですね <laughs>、えー、取り直し3本目ということでやりたいと思います。えー、今日の話はですね、えー、Google さんが2013年に発表したマルチスクリーンワールドっていうですね、あの、これ専用サイトがあるんですけど、そちらのデータがなかなか面白いので、えー、こちらをね、えー、紹介していきたいと思います。えー、では早速ですが、えー、ご覧ください。 はい、えー、こんな感じのですね、マルチスクリーンワールドというですね、えー、専用のホームページがありまして、まあ、日本語と英語とかっていう風に切り替えることができるんですが、えー、早速見ていきたいと思います、えー。まずですね、こちらなんですけど、えー、ここにですね、えー、スマホを持ったりとか、タブレットを見たり、ノートパソコンを見たり、テレビを見たりっていう感じになってると思うんですけど、えー、今回出てるマルチスクリーン時代って何かっていうとですね、 いわゆるこういう、えー、スクリーンですよね。テレビとかノートパソコンとかね。こういうのをに接触する時間がですね、えー、こういうの91%で、えー、そうではない、例えばここにあるアナログの媒体ですね。新聞とか雑誌みたいな。これを見てる時間は9%しかないというようなのが出てるんですね。つまり、えー、広告として、えー、大体こういう あの、広告、新聞とか雑誌とかテレビとかね、ネット広告とか、スマホ広告っていうのを考えていた場合、この91%が見ているところに広告を出すっていう方法が一番だよねっていうことで、このマルチスクリーン時代にどうやってね、反則をするかっていうことで、この91%って数字は結構大きいなと思うんですね。で、その、具体的にデバイスを分けたのが右側の方なんですけど、スマホだったり、 パソコンだったりタブレットだったり、えー、あとはですね、えーで、ゲーム機だったりとかテレビだったりメディアプレイヤーだったりしますよっていうことが右側に出てます。で、下に出てるのは、えー、ほぼ全員が自宅でスマホを使用していて8割以上が外出先でも使う。まあ、これはその通りですよね。ここにいろんな場所でのが出てますけど、確かに 病院とかですね、学校とか、こういったところでは空港とかね、なかなか使えませんが、それ以外のところではかなりの率で使ってますよっていうのが出てます。で、スクリーンメディアの接触時間は4つのデバイスに分散ということで、テレビを見ている時間、パソコンを見ている時間、スマホを見ている時間、タブレットを見ている時間、スマホを見ている時間っていうふうになるんですけど、こう見るとやっぱりね、テレビが圧倒的だなっていうことがわかるんですよね。これが一つ目です。 で、二つ目の、えー、ページ。これ実際はですね、いっぱいページがあるんですけど、えー、あの4つ以上、ね、くっつけてますが、これも、えー、4ページ以上あるものなんですけど、これもなかなか面白くて、えー、実は、えーパあのパ、ホームページのデータだと、これパソコン、スマホ、タブレット、テレビが1画面ずつあるんですが、これ4つ、ね、まとめてみた方がよくわかりますよね。えー、それぞれの特性が分かって、えー、これも苦労した図なんですけど、えー、見てますですね。 えまず、テレビは圧倒的にね、当たり前ですけど、自宅で見てる人が多い。ねえ、なかなか持ち歩いてる人いないですよね。ワンセグみたいなものとか、小さいテレビ持ち歩いてる人は少なくて、93%が自宅で見てると。で、その用途はっていうと、えー、エンタメ、エンターテインメントと、えー、暇つぶしで見てるっていう感じですね。えどっちかっていうと、受け身的な形でえ、ぼーっと見てるっていう感じが多い。えあと、面白いから見てるっていうのが多いってことですね。で、これと、 ちょっと似通っている、えー、スマホとテレビの相の子みたいなのがタブレットもしくはパソコンとテレビの相の子みたいなのがタブレットっていう、まあ、位置づけになっていてですね、えー、エンタメも2位だし、えー、ここにあるパソコンよりも情報収集がすちょっと少ないし、えー、基本的に、えー、自宅で使うことがよくて、えー、自宅以外ではあまり使わないしみたいな感じで、まあ、中陽折衷点いに書きましたけど、まあ、そういうポジションにあるのがタブレットかなって気がしています で、スマホ。スマホはですね、この4つのメディアで見た場合に、最もね、自宅での率が低いですね。で、最も利用目的ど多いのは、ここです。コミュニケーションということで、いわゆるこれソーシャルメディアなんですね。Twitter、Facebook、LINE、もしくはショートメールなどを含んだ交流として使っているものがスマホです。 だからそのスマホの、ね、大事さっていうのはここによく表れてるっる気がする。まあ、持ち歩いているものですからね。これが大きいと。では、パソコンはどうかっていうと、一番利用目的で多いのは情報収集。これ59%一番高くて、えー、あとですねこの利用場所で見た場合、えー、仕事場、職場が25%ということで、職場率も1位。 当然ですね、利用目的でも仕事で使ってるっていうのも一番多いっていうことですね。まあ、この辺、だから、えー、ビジネスマンの方だったり、えー、あの会社にいる時に、えー、商売する方っていうのはやっぱりパソコンはまだまだ強いなっていうのはこれでわかりますね。で、次に見ていただきたいのが、えー、こちらです。パソコン、テレビ、スマホ、タブレットを引き継いで利用するっていうふうに書きましたが、例えばこれですね、スマートフォンを見た後で、 例えばパソコンを見るとかね。パソコンを見た後でスマートフォンを見るみたいなことを皆さんする。これをマルチスクリーン時代という風に言うんですけど、例えばここね、同じキーワードで検索したという風に書いているのは、情報検索だれ、ウェブサイトで閲覧だれ、動画視聴だれ、スマートフォンで見た、検索して見つけたものを同じキーワードでパソコンでも見るというようなことがありますよと。URL を直接ね、打つとか、 え、メールで自分たちに送るよりも圧倒的に検索多いですよっていうことです。つまり、え、この右側に書きましたように、パソコンとスマホの検索結果では、え、現時点では今一緒なんですけど、数年以内にはね、変わる可能性がある。今、スマホ専用の、え、ロボットもありますし、え、スマホ対応みたいな言葉も出ますから、そうした場合ですね、スマホに最適したホームページを作って、え、e o 対策を早くしとくべきだるっていうのは一つ目ですね。なぜかと同じキーワードで検索する。 時に、えー、一緒のがが出なくなくるる可能性があるわけですねで2番目、えー、PPC の広告を打っている場合、パソコンとスマホで広告枠の数が違います。パソコンは、えー、上と右側に出るんですけど、スマホはね、えー、右側がないです。しかも2個しか出ないです。上に2個しか出ないので、えー、同じとこに広告が出ていないと、スマホで検索したときにたどり着けない可能性があるということ。あとは、えー、ここにある URL を打つという場合があるということが なので、そうしたら短いドメインとか、フォルダー名、ファイル名の付け方っていうのを考えないと、スマホで打つのめんどくさいよねって話ですね。あと、メールで送るっていう人がいるんであれば、ホームページの中にメールで送るとか、LINE で送るとか、さらにソーシャル連携しておく必要があるよねっていうこともありますよね。あと、次です。これもね、すごい大変だった。これがあの、スピーディーフでダメだったやつなんですけど、え、いろんなね、使い方によって、 スマートフォンからパソコン、パソコンからタブレットみたいな感じで自由自在に動いてますよって、まあこれあまりですね、それぞれの使い方によって、えー、そんなに大差はないっていうふうに気がしてるんですけど、まああのー、このようにね、えー、いろいろ動いてるよってことがこれでも分かると思います。では次いきます。はい、えー、複数デバイスの同時利用がある。 こっちのね、さっきお話したのは、引き継いで使うっていう、これ同時利用じゃなくて、映、えー、っていくわけですけど、同時に2つ使ってるというものがあるというですね、スマートフォンを見ながらテレビを見るとか、パソコンを見ながらスマホを触るとかね、パソコンを見ながらテレビを見るというようなことがあるよっていうやつですね。で、ここの場合、 えー、あの同じ目的で使う場合と異なる目的で使う場合っていうのがそれぞれタブレットとかいろんな、ね、組み合わせで違うんですが、まあ、これもそんなに大差ないので、まあ、そのような使い方があるよってことが分かっていればいいと思うんですけどあとはこちら。 スマホは他のデバイスと同時に利用されることが多いって書いてあるように、スマートフォンが中心になって、他のものとです、ね、組み合わせる。まあ、それはそうですよね。一番小さくて、どこでも持ち歩けるものなので、こういう傾向が出るのは当然だと思いますし、同時利用での主なアクティビティ、ウェブサイト閲覧が一番多いんですね。つまり、次にメール。つまり、あのパソコンでメール見たり、スマホでメール見たりっていうね、見方が多いと同じ、同時にですね。 といいいうのが多いっていうこでですね、はいえー、次ですね次、えー、スマホ全盛時代の新しい購買コードの変化を感じるというふに書いたんですが、これ、スマホ、えー、マルチスクリーン時代、マルチスクリーン、えー、いろんなものを見ている人にとっては、スマホからパソコン、スマホからタブレットというに流れるのが多いというのが出ているグラフなんですね。で、2番目、えー、右上のは結構大事で、その間の思いつきでオンラインショッピングする傾向が高いのがスマホなんですね。 そうですよね。えー、衝動買いしやすい。えー、ここをですね、思いつきで買ってしまう。そのために、えー、例えばね、あの、衝動買いしやすいような安いものとか、えー、簡単にお申し込みとか予約とか、投影ができる仕組みとかっていうね、えー、思いつきに対応する、えー、スマホ対、スマホ専用のページっていうのが必要だと。つまり、その、スマホ専用の商品を作ると、えー、パソコンと同じものを出してたらいけないわけですよね。 だから、こうなるとレスポンシブはダメだということになりますよね。あと、下に出ているのは、テレビが検索のきっかけになる割合というふに書きましたが、テレビは65%が他のデバイスを同時に利用しているので、テレビを見てから、えー、そこに出ている番組の内容でスマホで検索するとか、コマーシャルを見て検索するみたいな人が多いと。あと、この右下のは、えー、オフラインの広告接触後にスマホで検索する。これ面白いですよね。つまり、あの、 もう完全ににでですすね、ね、えー。クロスメディアになってるってことです、ね、新聞を見てからネットで検索するとかテレビを見てからネットで検索するということですねであと重要なのがこれなんですけど地域ビジネスにおいてすごく重要なんですがこれあの2つの資料を合わせてますけど、えー、検索結果を47%が1ページ目しか見ない上に 91%がスマホで地域情報を検索していて、その79%が結果をもとに行動していると。どんな行動をしているかっていうと、レビューを見たり、クーポン値引きを検索したり、価格を比較したり、商品情報の閲覧、スペックを比較したりですね、バーコード、スキャナーを使ってピッて読み取ったり、メーカーへの電話をかけたりとか、 電話でお店とか会社とかに送る、メールとかね、電話以外の手段を使うっていうものが出てるんですね。このような購買コードを取るので、当然これはスマートフォンのホームページで取るわけなので、スマートフォンにこういった部分がどのようにして誘導できるようしてるかってことが大事ですよね。はい、次の資料に行きます。 え、位置情報のあるスマホと地域情報の相性は最高というふうに書きましたが、え、さっきも話したようにですね、え、スマートフォンを、え、お店に行く前に検索をしてみるとかですね、え、お店に行く前に、え、あの、アクセス方法や営業時間を見るとか、地域の店舗やサービスの連携を見るとか、アプリをダウンロードするとか、スマートフォンならではの行動がここでよく出ていますので、この辺も参考にしてください。で、こんな資料もありました。 操作に長けたスマートフォン最適サイトは快適なのでまたアクセスしたいという人が52%に対して操作が困難だというスマホサイトは40%がイライラさせられると悪い印象を持っていてスマートフォンに対応してないサイトに至っては49%が他のサイトに移るということですね。スマホサイトが大事だということ。で、もう一個ですね、最後にお見せしたいのは スマホユーザーはさまざまなシチュエーションでモバイル広告を認知している。アプリ内に出ている広告だったり、検索エンジンに出ている広告だったり、動画の視聴中に出ている広告だったり、バナー広告だったり、テキスト広告だったり、ソーシャルメディアの広告だったり、現在地、位置情報にリンクした広告だったりということを認知しているよということですね。この特に検索エンジンとかアプリとか動画っていうのはかなり、ね、認知率が高いですよと。 だからここに広告を出していくっていうことも大事だっていうことがこれでわかります。ということでですね、まあこのような資料をもとに、えー、こちらですね、えー、2月20日にですね、スマートフォンの最適化セミナーっていうのを行いますので、えー、ぜひですね、えー、お越しいただきたいなと思います。今回はですね、かなり盛りだくさんで、えー、ページ数も貼ってですね、お伝えしたいと思ってますので、えー、新潟でありますが2月20日、金曜日18時から21時、 クロスパルニーガト304号室の方で行えますので、ぜひね、参加の方をお待ちしています。はい、えー。ということでですね、これで今日は完璧にできました。ちなみに残り2回のボツバージョンもですね、レビューハウツー動画っていう再生リストの中に入れておきますので、興味ある方はご覧いただければと思います。はい、えー。今日はスマートフォンのデータ、マルチスクリーン時代のデータを Google さんの紹介しました。インスパイな方でした。ありがとうございました。 拜拜。Bye bye.